ご視聴ありがとうございます。今回は、現在のパソコンが普及する、きっかけとなった、1980年代の、IBM PC について、ご案内します。IBM PC？ IBM は、1960年代から、大型コンピューター市場で、世界一だった企業だよ。ビッグブルー。コンピューターに、携わる人なら、知らない人はいないくらいの有名な会社だったんだ。当時のコンピューター市場は大きく3つに分けられていたんだ。1つ目が政府や企業向けの大型コンピューター市場。2つ目が大学、企業向けの中型コンピューター市場。3つ目が個人向けの小型コンピューター市場、通称パソコン。IBM は、一つ目の、大型コンピューター市場で、圧倒的な、シェアを持っていたんだ。二つ目の、中型コンピューター市場では、参入に失敗、他のメーカーに、市場を奪われてしまった。三つ目の、小型コンピューター市場である、パソコンが、急速に、発展し始めていたんだ。IBM は、こう考えた。大型コンピューター市場では、我が社は、ナンバーワンだが、この先も、安泰とは限らない。中型コンピューター市場は、新興会社に先を越されて、市場を奪われてしまった。最近、小型コンピューター市場が、急成長している。中型コンピューター市場の、敗北を教訓に、早く、小型コンピューター市場に参入しないと、手遅れになるのでは？よし。プロジェクトチームを組織して、市場へ参入するぞ。するぞ。こうして、IBM は、1981年、IBM PC を発売。IBM がパソコンを発売してから、小型コンピューターである、パソコン市場は、急拡大。パソコン販売台数は、1980年に72万台。1981年には、140万台。1982年は、280万台と、毎年倍増の勢い。大成功。ところが、パソコン市場に、ライバルメーカーたちが IBM PC のコピー機を次々に投入。へぇー。IBM PC の優位性が揺らぎ始めたんだ。コピー機？ IBM は IBM PC の仕様をすべてオープンにしていたんだ。なかなか簡単にコピーできた？そういうこと。そして、パソコンのコア技術であるOS をマイクロソフトに、CPU をインテルに、外注していたんだ。ライバルメーカーたちは、オープンになった IBM の仕様から、コア技術は、マイクロソフト、インテルから仕入れて、IBM のコピー機を作り、パソコン市場に参入してきたんだよ。あらー。そして、2005年、IBM は、パソコン事業から撤退。パソコン市場は、コア技術を抑えた、CPU のインテル、OS のマイクロソフトが、市場のリーダーとなり、巨大企業へと、成長していったんだ。当時、コンピューター業界の、巨人、と言われた IBM が、弱小企業だった、インテルや、マイクロソフトに、倒された感じだね。まるで、巨人ゴリアテを倒した、ダビデだね。でも、なぜ、IBM は、こんな失策をしてしまったの？資金力も、人材も、圧倒的に有利でしょう？そうなんだ。まず、この IBM PC 開発には、二つの疑問点があるんだ。疑問？そう。一つ目が、なぜ、自主開発主義の IBM が、外注に頼ったのか？外注にしなければ、インテルやマイクロソフトが、台頭することもなかったしね。二つ目が、なぜ、
IBM PC 開発の仕様をオープンにしたのか？オープンにしなければライバルに簡単にコピーされることもなかった。そういうこと。今回はここまで。次回は IBM PC 開発の2つの疑問、なぜ IBM は外注に頼ったのか、そしてなぜ仕様をオープンにしたのかについての疑問を解いていきます。